東京マーケットワイド東証アローズストックボイススタジオよりお送りしています。この時間はゲストの方にお電話でお話を伺っていきます。岩井コスモ証券投資調査部長有沢翔一さんです。有沢さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現在日経平均38,070円、はい、という38,000円台に乗せてまいりました。昨日のニューヨーク市場、ニューヨークダウすかさず反発して150ドル高を受けてということになりますが、うん、朝からここまでの動きを有沢さんからご覧になって、今日という動きは一体どういう状況になっているというふうにご覧になりますか。寄り付きから結構強かったんですけども、はい、ちょっと途中だれましたよね。はい、で3万8000円割り込んで、今日もまたと思ってたらまた盛り返してきたっていうことで、やっぱり3万8000円一度こう抜けたことで、目標達成感みたいなもの出てると思うんでね、うん、ぜひ今日はこう終わり値でクリアしておいてほしいですよね。大台を超えて、引け値で超えるのとザラ場で超えるのは大きく違いますからね。ちょっとこういうことをね繰り返してると、こういうことっていうのはザラ場で超えるんだけど引けで割るっていうのを繰り返してると、ちょっと上値の重さみたいなものがね、感じてしまうんで、ここまで一本調子に来ている、この改めて言うまでもないというふうに言われてしまうかもしれませんが、この買いの原動力、上昇の原動力はどういうところにあるというふうに改めてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。デフレ脱却期待であったり、企業の投資改革が進んでいるであったり、これはもう去年あたりから言ってたことでもあるんですけども、はい、やっぱり足元でこれだけ強くなっているのは、これやっぱり決算発表の効果ですよね。はい、決算発表進むにつれて、業績の好調さっていうのが確認できたんで、その辺が上昇の原動力になっている。現にこの2月の、5日あたりからですか、はい、日経平均が上がってきたのは、これ日経平均の一株利益の上昇につれて上がってるんですよね。だから全然 PR は16倍ちょっと超える水準で、ほぼ横ばいということなんで、直近の上げ方っていうのは非常に理屈で説明しやすいですよね。なるほど。利益が増えた分だけ株価上がってるんだっていうことで、そこでこの お伺いしたいのは、この決算を受けて株価が急上昇している銘柄も一方では目立ちますが、はい、逆に急落している銘柄も目立ちます。今日でいうと例えばソニーグループなんかそうなんですね。はい、そうですね。こういう銘柄をでは安くなったからここでおしめ買いと見て買ってよいのかどうかというところなんですが、もちろんそのものによると思うんですけどもね、はい、ただ今やっぱりね、物色の方向性がちょっと半導体関連に偏っているところがありますので、そこにかすらないところには結構厳しいっていうか、要するに関心が向いてないっていうことなんで、ね、はい、株価下がりやすいですよね。で、半導体関連以外のところっていうのは、そう株価が下がった時に押し目買いがちょっと入りにくい状況になってるんで、いつまでもねこんな物色方向が偏った上昇っていうのは続かないと思うんで。続かない。はい、実態のいいもの、今日のソニーなんかもそうだと思うんですけどもね、はい、実態のいいものに関してはね、こういったおしめ、ちょっと時間に余裕を持って仕込んでおけばいいんじゃないかなと思います。逆に言えば、今おっしゃられた時間を少し様子見てからソニー入るから入るということですが、はい、例えばこの半導体がすごいっていうのは分かりましたけど、なかなか手を出せないまま、その見ているだけという方も多いではないかなと思うんですが、そうですね、半導体はどういうふうにこれから投資家として、対処していけばよいのか、なかなかいい知恵がない状況なんですが、どうお考えになりますか。まずねやっぱり入っててほしいですね。はい、で、私先週あたりまではまずは入っててほしい、とりあえず代表格である東京エレクトロン、はい、この辺の押し目を狙ってほしいってなこと言ってたんですけども、ちょっと東京エレクトロン決算発表した後、えらい勢いで飛んでしまったんでね、はい、これから半導体に入りたいんだ、エントリーしたいんだっていう人に、この株の高値を追っかけろっていうのはちょっと酷ですよね。だけどやっぱりね、半導体関連はどこかで入っていてほしいんですよ。なるほど。
まあ、だから今は押し目待ちのスタンスということになるんですけども、まあ半導体関連の中でも比較的おとなしめな新越化学とかね、はい、まあ、その辺はちょっとまあ押し目を狙ってほしいなと思います。やっぱりどっかでこの辺りは改めて、再エントリーすべきだというところですね。これ必ずどこかで押し目あると思うんですよ、うんうんうん。でまあ、私あのここしばらくの間3月1日あたりまでは、はい、この半導体関連と小売回り株、まあ、これのバーベル戦略、あ、はい、両にらみで、うん、これでいいんじゃないかなと思いますね。半導体、まあ、グロースの半導体、そうですね、で他方では、はい、まあ、バリューと言って良いのかもしれませんが、まあ、小売回り銘柄、おっしゃる通りですなりますね、はい。それを、まあ、バーベル戦略、うん、そうなんですよ、はい。ただねここ2、3日見てると半導体関連が上がった日は、バリューが押すだろうと見てたらバリューも上がってるんですよね。そうですね、今年年が明けてからそういう傾向特に強くなってますね。そうなんですよね、うん、だから、ちょっとまあその辺はね循環が効きにくくなってるんですけども、うん、やっぱり、まあ、しばらくやっぱその戦略でいいと思いますよ。なるほど、わかりました。ところで、はい、有沢さんにぜひ今日お伺いしたいのはこの日経平均のこの水準です、はい、3万8000円という水準は、はい、まあ、有沢さんにとらえても私もそうですが、もうかつての、まあ、記憶の彼方に残っている、まあ、水準ということになってくるわけなんですが、そうですね、ここをついに乗せてきた、うん、史上最高値、1989年のあの3万8915円にやっぱりどこで到達することになるんでしょうか。そうですね、もう視野に入ってきてますよね。だからあと、まあ、最も順当な考え方っていうのは、今日経平均の PR が16倍をちょっと超えた水準、はい、これなかなかここから上っていうのはね、まあ、アベノミクスの初期の PR17 倍なんていうのありましたけども、やっぱり今の状況を考えると PR の16倍台っていうのはもうほぼほぼ上限なのかなと思うんで、はい、ここから、やっぱり利益がねあと 5% 程度増える、まあ、そんなことを期待したいんですけども、決算発表一巡しましたんでね、はい、ちょっと一株利益がここから増えていく材料ってないんですよね。うん、だからどっかで代金の増益を織り込むような動きが出てくるかどうかっていうところなんですけども、まあ、ちょっとまだもう少し時間はかかるのかなと思います。まあ、今回のこの3、4日、2、3日の上昇ラウンドで、市場最高値はやっぱりちょっと難しいだろうという。ちょっとねやっぱりこの1週間の動きなんか見てるとね、日経平均が700円以上上がってんのにプライム市場で値下がり銘柄の方が圧倒的に多いだとかね、はい、でさっきも言ったようにちょっと半導体関連だけが物色されてるとか、若干いびつな上昇のような気がするんですよね。そうですね、日経平均、ま、今週3連休明け前半には1000円高がありましたが、1000円高というのは普通大きな材料があった時、そうですよね、リバウンドで、ま、記録するものであって、うん、何もない平日にスッと1000円高ってあまりないですからね、はい。でまあ、これは非常にも贅沢な話なんですけども、どうせバブルの高値抜くんだったら、はい、こんないびつな上昇じゃなくって、しっかりとした健全な形で抜いてほしいですよね。まあ今から思うとですね、あの当時っていうのは株価指標を見てみると PR が50倍超えてるだとか、はい、PBR が4倍近いだとか、うんうん、今から考えるとなぜそんなとこまで買ったんだっていう話なんですけども、そうですね、後から見ると、まあ、とんでもない水準だったなって思ってしまうんですが、あの渦中にいた時というのはでもどういう状況だったんでしょうか。まあ、市場だけが盛り上がってたんじゃなくて、あの当時は世の中全体がそうでしたよね。まあ土地の値段は上がり続けるだとかね、はい、土地神話株神話なんていうのもありましたし、まあ、いいように言うとみんなが、今日よりは必ず明日の方が良くなるっていう、まあ、そういう楽観がありましたよね。そうですね、当時はインターネットも当然ありませんし、
はい、その朝のニュース一番で、日本とアメリカの株価をそのニュースキャスターが、うん、その全国的に報じるということもありませんでしたし、そうですよね、株価今いくらしてるのっていうのを手に入れるだけでも結構大変だった時代で、うん、そうですそうです、はい、あの一般の投資家か個人投資家からすると証券会社に電話しないと株価分からなかったですからね。そうですね、ですから今じゃ考えられないですよね。日本国民が意外と知らない間に高値を取っていたっていう、証券市場に携わっている人はあの、まあ、すごい高値に来ているとは分かってましたが、ね、世間一般ではこんなに今ほど、うん、この誰でもが知っているということではなかったんですよね、うん、であの世の中は浮かれてたけどもっていう、はい、まあ、だからあの今の予想を見てるともう、株価なんてもちろん一般の投資家個人投資家だってすぐに知れるし、かなり情報量多いし、それとやっぱりこの新NISAの影響もあってですね、はい、老後のための資産運用ということで株式投資に臨む人がいるっていうのは、これはおそらくあのバブルの頃にはそんな人いなかったでしょう。そうですね、株式投資をやってるだけでそうこっそりやらないと世間が許してくれなかったようなところがあったりなんかして、で私が見た中では当時ね、そんな20代や30代で老後のためにって株買ってる人見たことないですよ。本当ですね、変われば変わるものではありますが、だけど、はい、それはもう今の方が全く健全ですよね。でそういったあの長い目で見た資産運用の手段として株を買う、そういう人たちが増えているっていうことはしっかりしてるんじゃないですか今の株価は。そうですね、まあ、国民の共通の財産であるということに株式市場というものが、ね、はい、まあ、言い続けられてきてますね、うん、あのこの当面の動きにいきなり入ってしまって恐縮なんですが、はい、あのここから先3月末ぐらいまでいかるぐらいを考えていらっしゃいますか。うん、なんとか3万8000円台を維持してくれたらいいなっていうふうに考えてます。そのあたりですね、うん、それもちょっとどうかなっていう気がするんですよね、うん、3月はやっぱりそれなりに持ち合い解消の売りとか、年金もおそらくポジション調整で打ってくるだろうし、はい、まあ、それなりに時給面の圧力もありますんでね、うんうんうん、あんまりあの贅沢は言わないようにします。なるほど、まあ、3月4月は需給関係は乱れやすいとよく言われたりしますからね。わ、ね、はい、かりました。いや、有沢さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資調査部長有沢昭一さんにお話を伺いました。